試合はいろいろ出てはんの？はい、結構自分出てます。本当？たまに見るんやけど。今日どうし冒頭練習してんのかな。どっかとか間違ってんやろな。いや、やっぱ間違いない。これや、ボードはこう、ボードあるということは間違いないんやけどね。なんか感じがしてんねんけど、どっかと。じゃあ、ボードあるやろ。なんか大学生が夏ね、ボード下ろしてたもんな。記憶あります、それはね。いや、なんの説明がないんかね、こう。ほら、このボードそうやな。お姉さん、火薬じゃないやんか、これ。はい、火薬じゃないやろ。火薬です。わしらの音と短いの音と比べてえらい違うで。あれですね、多分、競技用。競技用ですか。はい、天理大学の方。いや、自分大、卒業しても、大学卒業して、今、吉本整形外科っていう病院に。もう実業団。もう、すごいですね。ほんで、ここで練習したの。はい。今終わってもう。あ、そうですか。あの前回来た時ね、はい、なんか大学の方でおっしゃっておられたけど。ああ、そうですね。多分それは関大の子ですね、多分。関大の方ですか。なんかね、ここで、どっかその辺どっかおろしちゃったかよね。ほんで、今からちょっとそこで練習しますね、言ってね。はい、あ、そうですか。こぐんで。こぐんで先は、はい、あ、もうこがないです。もうなんですか、はい。もう練習終わって。いつ頃こいであんの？朝が8時、基本8時から練習してます。はあ、で、大体1時間か、メニューがあるんですけど、1時間か2時間なんで。8時ぐらいから。そうですね。で、午後が、その、ある、午後、こぐときとこがないときあって、はあ、で、ちょっと、どうですか？ちょっと手見せてもらっていいですか、これ。これ自分のやつなんですけど。全部？いや、違う。いや、わしらのやつは、あの短いやつやからね。はい、細こんなでいけんの。すごく細いですね。わしらのこれは、80センチか85センチあるから、普通の素人用やからね。最初乗れなくて、ぐいぶん練習しましたけどね。ふらふらして。おー、長いね。もしよかったら、なんか、乗ってみたりして。またあれやった。ちょっと今多分寒いから落ちたらあれなんでしょうね。寒いからあと言ってください。結構だいたいここにいるんでしょうね、朝は。これは無理やわ、わしら素人には。意外にこれ結構乗れるのあるんですよ。まあ、はあ、初めて見ましたわ。はい、これあれですか、一人乗りですか、これ。そうですね、これは一人乗りです。ずいぶん陸上の上で練習したんですけど、広いやつでもフラフラするんで。だいたいでもちゃんと乗れるようになるまで1ヶ月ぐらいかかりますね、これは。はい、500m とか 1000m とかタイム競うんですよ。そんなタイム、これで。はい。背中はどっち向けるんですか。こっち前向きです。こう、こう、はい、乗って、これ足で若干こんな感じで蹴ってこう、横はどこ当てるとかあるんですか。ここでいいんですか。ないですね、横当てるとこないです。もう横は普通当てないんですか。はい、体育座り当てない。当てないです。わしら素人だけ当てないとフラフラするんで。はあ、これでやろう。はい、まあ無理やな、最初は。そうですね、随分練習しないと。乗る、ちゃんと乗れるようになるまでにやっぱり10遍ぐらい、あの広いやつでも10回ぐらい行ってやっと乗れるようになったんやからね。あ、だいぶ練習して。はい、最初どこ行くか分からんねやんか。分かんないですね。バトル子やっとるんやけど、こっち着きたんやけどこっち行くし、なんかね、反対なんです、イメージが。ほんで分かるまでは反対すればいいかと思って、こうやるから、こうやるから、こうやったらこう入れたらこっち行くよね。はい、こっち回るやろうと思う。イメージ的に最初はね。ここですか。ラダーって言って。ああ、それで動かすんですね。右左。はい、すごい。高いでしょこれ。これそうですね。70万ぐらいしますね。いや。ほんで試合はいろいろ出てはんの？はい、結構自分出てます。本当。たまに見るんやけど。ちょっと教えてくれへん。全日本？そうですね、全日本優勝、あ、すごいあるんですけど。すごい。あと
今年のオリンピックの、はい、タイで予選があったんですけど、はい、アジア予選、はい、そこに出て、まあ、オリンピックには、ね、まあ、出場権取れなかったんですけど、はい、このまで行ったんですけど、いやー、もったいないね。まあ、次のそしたら、あ、田中さんでもかね、はい、柳さん、田中さんね、田中さん、もうすごいね。ほんで病院で勤めてはんの？そうですね、もう基本的にでもほとんどもう行かずに院長が、はい、ずっと試してるよって形で、すごいね。今何回か行くんですけど、吉本整形外科さんと、あ、吉本整形外科です、の外科病院、外科病院です。あの山の坂田なんてすぐ近くなんで、ね、どこやろ、葛城の、あー、あるある、はいはい、大きな病院やわ。先生、ここの吉本さんっていう方はじゃあ院長して、はい、してあるの、はい、いいね。これあの吉本さんとこはね、なんかこれ、はい、バックアップされてるらしい、すごいね。うわ、いやー、これ気に入った。ほんで、バトールをちょっと見せてくれますね、はい、バトール、あー、これもうすごいのやろね。これが70万やからバトルもやっぱ20万ぐらいすんやろな。20万は結構高いですけど、1本5万ぐらいですか。5万ぐらいですか。いや、わしらが買うのが2万ぐらいやから、筆が10万ぐらいじゃせえへんからな、高田子。そうですね、やっぱ全然違うな。カーボンですね、全く違いますからね。わしらの平たくなってますよ、どんどん。やっぱり、いや、初心は使いましたね、初心者の人は。すごいすごい、はい、ほんでこれ一本でわしらの船が帰るわけや。そうですね。すごいな。ほんでそのバトルもよく持ってはるんでしょ。いや、まあでも自分持ってるの3本しか持ってないです、はい、これなんかこう公認艇とかいろいろあるんですか。そうです、ありますね。ほう、まあでも基本買ったら、もうレーシング用のやつ買ったら、その、はい、公認の、企画が満たしてて、プラスその日本カヌー連盟の、はい、まあ、このシールをもらう。あ、ではもうこれがちゃんとこの船が購入されてるわけですね、はい、こう20、22年度、20年度更新。そうです、そうですね、今度いつ頃の大会でやるの。ちゃんと見ときます。次は3月の、はい、末に、はい、すごい人とお会いできてありがとう。、はい、助かりました。じゃあ、YouTube アップしておきます。はい、ね、そうです、もう一回名前を。なんか買いたいやつ持ってこようか、後で。あ、ないです、ないです。ね、今日は、古墳を基本回ってますよね、古墳を。あ、そこにありますよね。はい、あ。で、古墳が、ブレス天皇陵って入れたんですけど、ブレス天皇陵がここに、スマホが挿すもんでね、ここ来たことあるじゃないって、スマホ置くとったんやけど、このスマホ。ほんならやっぱり全然違う、なんか間違ったんやろね、はい、入れるときに。ほんで道はなんか見たことある道だなと思いながら来ながら、しかしブレ天王寺売ってるわけやから間違いないやろ、なんか違うとこあるのかな思って。まあ全然違う。ほんでこの辺大体やってやんの、ここで。そうですね、木曜日は。そうですね、ずっとやってますね。だから木曜日は大概休みやから、店がね、うろうろしてまんねやわ。これ全部これだけあるけど、何人ぐらいで来たんの。部員、高校生ここでやってるんですよ。この桜井高校と、県立商業高校、奈良情報商業高校っていうのが良かったんですけど、はいはい、その2校が今ここでやってるんです、はい、だから火薬わしらや、はい、10年ほど、まあ、5、6年前までやってたんやけど、はい、今はほとんどやってないんだけど、車が小さい車だったもんでね、踏まれへんので。なんかやってないんだけど、おもろかった。10年以上やったかな。もの、ありがとうございました。お願いまた出しておきますんでね。はい、気にしておきますよ。はい、はい、ありがとう。